以前の動画でですね、こちらの XT4 のボディ内手ブレ補正、その効果がですね、ほとんど感じられなかったので、どうもいまいちなんじゃないかなということを言ってましたけど、もしかするとですね、このボディ側に問題があるのではなくて、このね、マウントアダプターが何か悪さをしてるんじゃないかなということを思いましたので、今日はですね、完全にマニュアルのレンズを電子接点のないアダプターで、XT4 に取り付けて、ちょっとね、歩き取りをしているところです。装着しているレンズが、このね、シュナイダーの 25mmF0.95 なんで、まあ、イメージサークルはですね、ちょっと APS-C に足りません。まあ、なので、4K で撮って、後からクロップという形にしています。で手ブレ補正に関しては、ボディ内と電子をオンにして、さらに、ブーストをかけています。そうするとですね、どうですか？明らかにですね、こう補正効果っていうのが見られるんじゃないかなと思います。試しにですね、この手ブレ補正すべてオフにしてみると、こんな感じにですね、揺れた映像になりますので、あ、効果はあるんだなっていうことがわかります。ダメ押しでですね、マウントアダプター設定、25mm から400mm に変更すると、こんな感じで、もうガタ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 揺れた映像になってきます。またね、設定を戻してみますと、こんな感じで、あ、ちゃんとね、補正効果っていうのがあるんだなっていうのが、よくね、わかると思います。今ね、自撮りしながら歩いているんですけど、さすがにですね、自撮りするにはちょっと焦点距離が長すぎるんで、もう腕をね、精一杯ピンと張ってる状態なんですけど、顔が大きすぎるかな。それでもですね、手ブレ補正の効果は確認できるんじゃないかなと思います。今度はですね、ブレ防止モードをオンにして、そのブーストモードもですね、オンにしています。この時にですね、どれぐらい安定した映像が撮れるかっていうところですよ。まあ、今ですね、比較的ですね、平らな道を歩いているんですけれども、今度はですね、カメラをサイドバイサイドで並べて、手ブレ補正の効果を比較してみようということでやっています。一方はね、もちろん富士フィルム XT4 なんですけど、もう一方はですね、オリンパスの OMD-EM1 に、25mm のマニュアルレンズをつけて撮っています。これね、古いカメラなんですけど、ボディ内手ブレ補正ユニット搭載していますし、電子手ブレ補正も効きますんでね。まあ、4K 撮れないんで、画質はちょっと差があるかもしれないですけど、主にですね、手ブレ補正の部分に注目してご覧ください。でね、この背面モニターを見る限りでは、まあ、どちらもですね、十分歩き撮りに使えるレベルなんじゃないかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。ということで、今回分かったことなんですけど、このアダプターを使っちゃうと、少なくとも動画モードではボディ内手ブレ補正が全く効かないということです。いや、前回ね、こちらのシグマの1750で撮っていて、いやー、どうもおかしいなおかしいなと思っていたんですよ。どんな設定にしてもほとんど変わらないんでね。まあね、そういうことだったみたいです。ちなみにこちらのアダプター使っちゃうと、たとえですね、電子接点のない、例えばサムヤンの 14mmF2.8 のようなレンズを使っても、補正効果っていうのがなくなってしまうようです。いやね、この動作がですね、結構紛らわしくって、ボディ内オンにして、さらにですね、例えばVC がついているようなタムロンの100-400のレンズとか、これもですね、補正をオンにしないといけないんですよ。だからね、両方効いてるのかなと思いがちなんですけど、初めてその場合にレンズ側の手ブレ補正が有効になると、まあそういうね、動作をしているようです。なんでね、ちょっとね、この機会なんで、こちらのアダプターについて、まあ、動作状況をですね、話しておこうと思います。これね、僕のはフリンガーの一番古いタイプなんで、もしかしたらですね、新しいものは良くなってるかもしれません。それにですね、他のメーカーもいくつかね、出していますんで、こういったアダプター出していますんで、まだね、こういうことされてる方は少ないかもしれないですけど、この XT4 に、まあ、アダプターの方もいろいろと出てるわけじゃないですか。フリンガーだけでも絞りリングがついてるタイプとか新しいやつとか、
だからこの組み合わせではこういう動作をしましたよと、また別の組み合わせではこんな感じになりましたよと、ぜひともですねそのご報告を、していただけると幸いかなと思います。まあ、そうすればねこの動画が有益なものになると思いますんでね、これから、マウントアダプターとかそのご購入検討されている方にとって、まあ、参考になると思いますので、まあ、それをですねちょっと募ってみたいと思います。はい、ちなみになんですけど、僕の方はどうなっているかと言いますと、まあ、手ブレ補正の方はねそんな感じなんですけど、まあ、その他にもですねちょこちょこですね、まあ、バグじゃないですけれども、シャッタースピードの表示なんですけど、普通はですね、まあ、25分の1、30分の1、40分の1っていう感じじゃないですか。まあ、それがですね時々26分の1とか38分の1とかそういう表示になるんですよね。ちなみにこれはですね XH1 の時はありませんでした。この T4 に変えてからそういう表示がされるようになったんですけど、どうなのかな、もしかしたらこの XT4 からそういったね細かいシャッタースピードにも対応したのかもしれないですけど、いやでもね多分バグだと思うんですけどね。はい、ということで、こちらのね、マウントアダプターの動作状況をまとめますと、基本的にはですねほとんどの EF レンズで AF 動作しますし、あとはですねシャッターもちゃんと切れます。それにねエグジフとか見ても正しく記録されているので、まあ一見ですね問題はないんですけれども、フルシャッタースピードにちょっとね細かなバグがあるように見えますし、あとはですねボディ内手ブレ補正がどうやら効かないと、そういった欠点を抱えているようですね。どうなのかな、このあたりってねファームウェアアップデートで対応できるのかな。まあ、できるんだったらぜひともねしてもらいたいですし、まあ、できないんだったらできないで、告知とか、まあ、ちょっとねあるといいかなとは思うんですけどね。はい、またね、もしかしたら次の方とかより新しいものだと、もっとね良くなってるかもしれないんで、まあ、返す返すそのあたりの、ご報告よろしくお願いします。はい、まあ、なんですけど、たとえね、ボディ内手ブレ補正が効いたとしても、まあ、完全にね、マニュアルのレンズの場合なんですけれども、こちらのね、オリンパス OMD-EM1 の方が、補正効果がね、どうやら強いようなんですよね。こちらね、約20万円のカメラ。こちら中古でね、約ね、もう3万円もしなかったようなカメラなんですけど、その機能の一部分に関してはね、むしろこっちの方が勝っちゃうということで、ああそういうこともあるんだなという感じですね。はい、いやーまあねオリンパスの手ブレ補正って昔からね非常に優秀と言われていますけれども、まだねやっぱり富士フィルムっていうのは XH1 に続き2代目ということで、まあね技術の蓄積とかそのあたりがですねないのかなと思ってしまうところですね。ただねその完全にマニュアルのレンズなんで、もしかしたらですね、レンズ側にも補正がある OIS のタイプだったらまた結果が変わってくるのかもしれません。それもねちょっと今後見てみたいなと思っていまして、最初ですね予定としては 23mm の F2 これをね、買う予定でした。ただ思ったよりもお高いっていうこともありますし、まあ、あくまでもですね今後 23mmF1.4 のレンズがですね、まあ、トキナーとか、まあ、ビルトロックスとかから出てくるということなんで、まあ、それまでのつなぎとして考えていたんですよ。だったらちょっとねOIS 付きのレンズに変更して、まあ、それで動作状況を見てみようということで1855のレンズですね、まあ、これですねキットレンズになるんですけど、まあ、キットレンズで使われることが多いんですけれども、値段もですねだからそんなにお高くはないんですよ。おそらく OIS の中では一番安かったかな。でねこのシグマの1750とほぼね同じ値段で手に入りますので、ちょっとねこれを買っていろいろと撮ってみようかなと今思っているところなんですよね。うん、ボディ内とレンズ側で強調すればまたねその効果が変わってくるかもしれないということで、まずはですね一番こう手を出しやすいレンズからちょっとね始めてみようかなと思ってます。それでね、どれぐらい効いてくるかっていうのが、まあ、一つですね試金石になってくるんじゃないかなというところですね。はい、ということで、今日はですね、どうも前ですね、動画の歩き取りテストしたんですけれども、いや、補正効果がいまいちだったなと思いましたので、アダプターをですね、その電子接点のないものに変えて、またね、チェックしてみました。
そうすると補正効果はですね、確かにありましたんで、どうやらね、このマウントアダプターが、ボディ内手ブレ補正の機能をオミットしていると、そういうね、結論になりました。どうしても、こう、想定されてないね、使い方をしているというところがあると思いますので、だから、入手しやすいね、純正レンズで、ちょっとその動作をチェックしてみてっていうね、今感じですよ。はい。ということで、今日はですね、動画をこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。